僕は確実だな。だって粗道島で一番ピッカピカの真っ赤な機関車だからね。僕は粗道島で一番かっこいい機関車になるぞ。ちゃんと気をつけてるさ。いつもの通り一番に終わらせなきゃ。絶対に僕がプレゼントを運ぶんだ。あ、なんだよもう。これじゃあみんなの笑い物になっちゃうじゃないか。わーい、これが仕事を早く終わらせるコツさ。いや違うよ、フライングキッパーを引いて走るのはヘンリーさ。僕が引くのは客車だ。やっぱり彼を呼んでこよう。すみませんでした、僕が代わりにフライングキッパーを引くはずだったんです。港まで引き取りに行きました。でもなんというか匂いが魚臭くて。僕はなんて幸せな機関車なんだ。わかりました、よかった。洗車場でもっとピッカピカにしてきます。